広瀬まりのおしゃべり見聞録。広瀬まりのおしゃべり見聞録は、感じたことをありのままにお伝えするポッドキャスト番組です。広瀬まりのおしゃべり見聞録。この番組は IT コンサル光の提供で、名古屋にありますセコ音楽センターからお伝えいたしております。さあ、今日は46話でございます。45話、昨日ね、お伝えいたしますけど、お詫びと訂正お伝えしました。聞いていただけましたでしょうか。もう一回言っておきますね。11月20日に行います春間カフェね、加工座にあります、春間カフェで行うランチコンサートのチケットの金額が間違っておりました。3000円というふうに7月7日の放送でお伝えしましたけれど、3500円でございますので、よろしくお願いいたしますとお伝えしていたところね、もう予約をしてくださった方があります。まあ、予約受付はしておりますので、ぜひぜひ予約していただければと思います。チケットの方も、それから CD の方も予約しておりますので、予約受付しておりますので、よろしくお願いします。で、予約をしていただいた方にはまだ何って決めてないんです。何って決めてないけど、なんか予約特典を考えております。何がいいかな、私の何がいいの別に何もいらんって言われそうだけど、何にしようかね。ちょっとまだみんなとね、みんなにリサーチして、こんなんあったら嬉しいわなんていうものを、考えたいと思います。例えば、まあ、なんか顔見て一言書いてほしいとか顔見てってわけにはいかないけど、まあ、一言ずつね、こうその人に向けた言葉とかっていうのを書けと言われれば書きますし、直筆でとか、あと何だろう、まさかキスなくちゅうわけにもいかんし、それがいいですか、じゃないよねなので、まあ、ちょっと、ま、近くにいらっしゃる方にはちょっとリサーチするかもしれません。どんなものがあったらいいかななんていうので、まあそんな特典よりも、まあ、本体の CD はね、絶対面白いと思いますので、面白いっていう言い方でいいのかな、もう本当にもう何回も言いますけども、自分に期待して自分が楽しいと思ってる CD が出来上がりつつありますので、本当に楽しみにしてもらいたいと思います。で、予約していただいても、まあ、お支払いいただかなければいけないんですけど、お支払いの方法は、またお申し込みいただいたら個別にね、お伝えすることになっております。まあ、そのうちにはホームページからこう、なんていうんですか、何か購入したりとかっていうボタン的なものをつく、それも IT コンサル光さんにお任せしたのでよく分かってないんですけど、なんかこうホームページからプッてこうできるような風にしたいとは思ってますけど、まだちょっとね整っておりませんので、個人的にお申し込みいただいたらこちらからメール差し上げます。私がメール多分すると思いますので、話せるチャンスでございます文章の下手さ加減が分かってしまうと思いますけれど、お申し込みいただいたらお支払いの方法をお伝えするということになっておりますね。もうワクワクドキドキなんですけれどね。まあその前に9月の、いつだっけ、9月25日か、9月の25日は脇本陣でね、こちらは同様の、だからさ、まあ、ちょっと今回3つ大きいものを今お伝えしてますけれど、本当に3パターンです。9月の25日は同様です。まあ皆さんの耳、それこそみんな皆さんがよく知っている歌を脇本陣という歴史的な建造物の中で歌います。で、10月の16日に関しては、もうまあ、童謡も少しは入りますけれど、ちょっと懐かしい曲だったりとか、もう気持ちを込めて歌える歌みたいなもの、私が大好きな歌をセレクトして歌わせていただきます。こちらディナーショーね。で、11月の20日、こちらはもう CD の発売記念で、当然新しい CD の曲は歌います。で、その前に、私が作った曲、まあ、以前に作った曲を合わせて、こう、皆さんに聞いていただくというこの3パターン考えてます。ですので、もう全部来たらもうすごい面白いと思いますよ。いろんなマリッペが見えると思いますのでね、ぜひぜひお越しいただければと思います。まあ、2日続けてぜひぜひばっかり言っておりますけれど、本当にちょっと自分でも期待しておりますので、よろしくお願いします。で、こんなことやってほしいわっていうのもちょっとね、聞いてみたいなっていう気もしますので、もしこうマリッペこんなこともやって、こんな歌も歌ってよっていうのがあれば、ぜひリクエストいただければと思います。もろもろのメールのアドレスは info@marifan.club info@marifan.club でお待ちしています。F が聞き取りにくいって言われたので、もう一回言っとくね。
info@marifan.club です。ファンは FUN です。FUN でございますね、よろしくお願いいたします。あの番組の終わりの方でもちゃんとスペリングで言ってると思いますので、よろしくお願いします。さあ、ワクワクドキドキのマリペに会えるのはもうちょっと先かな第46話はこのあたりで。今日の番組はいかがでしたか？皆様からの感想リクエストをお待ちしております。メールアドレスは info@marifan.club info@marifun.club です。たくさんのメールお待ちしております。 YouTube チャンネルもありますので、そちらもぜひご覧になってチャンネル登録もお願いいたします。マリッペ TV で検索をしてください。それでは次回もお楽しみに。永遠に続く想い。